サイズはバッチリのはずです。矢神氏の体のことは完璧に把握しておりますゆえ。なんでそんな薄い本が分厚くなる感じ。仕事に不満だったことはない。まずぶち込みますか、ぶち込みますかじゃないや、突っ込みますか。伊勢崎ロード。ちょっと待って、いやいやいや、違う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 よ、ちょっと違う、ちょっとノリがおかしい。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、もしくはおはようございます。ロストジャッジメントの続きをやっていきましょう。ね、前回の続きからなんですけど、移動してたらいきなりね、ちょっとイベント始まっちゃったんで慌てて録画してますけれども、続きやっていきたいと思います。あちゃー、やらかしちゃったよ、僕としたことが。ん、杉浦どうした。ネットショッピングでさ、同じスケートボード間違えて2つも買っちゃったんだ。え、なんでそんなことに。限定品のボードで抽選制だったから、落ちると思って2つのサイトで予約したわけ。困ったな。そしたら両方とも当たっちゃって、今日2つ目が届いたってわけ。返品できないのか、それかネットで売っちまうとか。返品は無理みたい。ネットで売るのは考えたよ、プレミア化して倍の価格になってるから。けどさ、おう、なんだよ、倍で売れるなら余計いいじゃねえか、儲けもんだろ。なんと、いけません、なりませんぞ、このつくもの目が黒いうちは転売だけは許しません、断じて。おお、どうした、珍しく怒って。はあ、彼アンチ転売ヤーなの。最近レアモノフィギュアの争奪戦に負けた挙句転売ヤーに屈したみたいでさ。ああそんなことが。とあるゲームの限定版を市場価格の3倍で購入しました。転売ヤーに屈したくはないのに買わざるを得ない、この悔しさが分かりますか。分かりますよ、とても分かります。はあ、いや悪い、わかんねえや。ってわけで2枚のスケボーの扱いに困ってるんだ。定価で売ったら、定価で、それもダメなの。次らしい矢神氏に使ってもらってはいかがでしょう。偉人帳あちこち駆け回るには便利でしょうし。矢神さんに、ああそれいいかも。矢神さん、矢神さん使う、ネットで売るわけにもいかないし、返品も受け付けてないし、扱いに困ってたんだ。ええ、ただでいいのか、価値のあるものなんだろう。そこは出世払いで、けどでかい案件片付けて報酬が入ったらバーッとおごってよ。うん、そうか、だったらありがたく使わせてもらうよ。まさかのスケボー入手。うふ、期待してるよ。あ、街で乗り回してもいいけど、歩道は走っちゃダメだから、人のいるところじゃ危ないからね。ああ分かってる。おお、びっくりした。なんですと。何ん、つくもくんどうしたの。え、駅前の恵比寿屋にラブスタの5周年記念限定カラーのフィギュアが売っているそうなのです。ネットの掲示板情報ですが、どうやらデマではなさそうですぞ。これは購入せねば。すでに転売屋にも狙われているようですし、いざ。ちょ待った、まだ明日の準備があるじゃん、隠しカメラの動作チェックとかさ。しかし、ああ急がないと、これを逃したらまた転売屋から購入するはめに。はあ、ダメダメ、仕事優先でしょう。ならばもう分かりましたよ、この眼差し。ああ分かった分かった、買ってくりゃいいんだろ。お願いします、転売屋がすでに向かっているようなので、できれば急いで。ああ、早速こいつ使えそうだな。スケボー探偵 VS 転売屋、お願いしますぞ。お願いします、矢神氏。これはチュートリアルか。転売屋が掲示板に書き込んだタイミングから察するに、おそらくあと3分ほどで現地に到着するものと思われます。分かった、それより早く着けばいいんだな。よろしくお願いしますぞ、これはフィギュア代2万円です。それじゃあ矢神さん頑張って、歩道はスケボーじゃ入れないから道順にも気をつけて。お、道順。スケートボードについて、スケートボードは広い場所で高速移動が可能な乗り物です。使用可能な場所で R2 バツを動かし続けることで取り出します。街中ではスケートボード移動中のみコイン型のスケボーポイントを取得することができます。集めておくといいことがあるかもしれません。デザインと性能が異なる様々なスケートボードがあるので探してみましょう。登場中はバツでの加速や丸でのジャンプができます。バツを押すことで漕いで加速します。漕ぐと一定時間加速をするので、タイミングよく漕いでいきましょう。
ボタンを押すタイミングによって軌跡が変化します。太い軌跡が出た場合は効果的な加速ができたサインになります。ジャンプには種類があります。丸を動かしすぐに離すと通常のジャンプ、丸を動かし何回のため状態に対応した高さや距離の異なる特殊なジャンプ、通常のジャンプからガードレーンなど滑ることが可能なグラインドスライドへも遷移します。R2 バツで出してバツでこいで丸でジャンプ、うんうん、でちょ待って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 どこにあんの？恵比寿屋。え？ここか。おお。なんだこれ。ゲーム違くない？あ、ちょっと待って。あ、出れないんだ。あ、やば。やばくない？やばくない？え？そこ通れないんじゃん。あ、なるほど。あ、で、ここは普通に通ってって、なるほど。あ、道順ってそういうことか。これ、あ、間違ってないかな？大丈夫かな？はいはいはい。こっから？はい。こっから出せるのか？はい、出せた。おい。おい、てててう。タイミングがわかんない。おおおお。あ、ていていて、バイト、おい、降りる降りる、おい、降りる。違う違う違う。めちゃくちゃ。じゃあ、エビス屋来たのに。これか。全然余裕じゃない？大丈夫これ。あの。このトーンで喋りかける内容じゃないな。あの、ラブスタの限定フィギュアがあるって聞いてきたんですけど。あ、あの、ラブスタの限定フィギュアがあるって聞いてきたんですけど。ああ、あるよ。プレミア価格で2万円だけど買う？それ、ください。毎度。転売ヤーと殴り合いに、おお、ち、一足遅かったようだな。あんたがつくもが言ってた転売ヤー、そのフィギュア置いてけ、俺のしのぎだ。いや、しょぼいしのぎしてるね。あえもん勝ちではやらねえよ。だったら、無理やり取り上げるまでだ。なんで最初からバット装備してんだろう、ね。まったく。おいおい、どんだけ価値があるんだよ、このフィギュア。まあ、これはタチの悪い男と言わざるを得ないね。間違いなくタチが悪い。あ、なんだ？早く来てよ。来ないね。あら、難しいな、これ。パッチ。ああ、おお、おお、どういうこと？結構思ったよりひどい。はい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 。遠慮なし。遠慮なし。はい、もう一発どう？あ、思ったより効くな。できればあのバットをうまいことを無力化して外したかったんだけど、うまくいかなかった。ん？あ、びっくりした。ブラックアウトしたからバグったかと思った。いやーやがみし5万円すぎる。いやーやがみし、おかげさまでいいものをゲットできました。このつくも転売ヤーに屈せず、ウヒヒヒヒ。なあ、それを狙ってた転売ヤーが襲いかかってきたけど、よっぽど価値のあるものなのか。そうですとも。恵比寿屋の店主は知らなかったようですが、これは制作がキャンセル、これは制作がキャンセルされた幻のデコマス。わ、めっちゃ高そう。一般に流通しなかったフィギュアの彩色見本なのですな。世界にはこれ含めて2つしかないのです。相当レアだな。ですので市場では30万円前後の価値がついていると言われております。マジで？30万、このフィギュアが？マジかよ、はあ、そりゃ転売屋も必死になるわけだ。素晴らしいものは転売屋などにではなく、その良さが分かる人間が手にするべきです。まあ正しいね。感謝しておりますぞ。杉浦氏がスケボーの転売を思いとどまってくれたおかげで、こうして手にすることができました。ふひひひひ。これで心置きなく仕事の準備に専念できます。清涼校のミッションも必ずや成功することでしょう。これ失敗しちゃったら全部変わっちゃったのかな。そうだね、ちょっと疲れましたよね。今日は休みましょう。というところで、あの海藤さんの横で出るの嫌なんだけど、海藤さんちょっとどいてくんない？休むか。
まだちょっとアクションに慣れきってないんだよね。頑張って慣れていこう。矢上氏、昨日言っていた業者風の作業服を用意してありますぞ。清涼高校へ行く前にスタンバイしてくだされ、サイズはバッチリのはずです。矢上氏の体のことは完璧に把握しておりますゆえ。なんでそんな薄い本が分厚くなる感じ。仕事に不満だったことはないよ。変装について、変装アイテムアプリで行います。アイテムアプリのタブを変装に切り替えます。所有している変装セットの中から変装したいものを選択すると変装することができます。変装はいつでもできるわけではありません。調査を進める中で必要なタイミングでのみ変装することができます。なるほど。では作業服、これで一発ぶち込みますか。ぶち込みますかじゃないや、突っ込みますか。伊勢崎ロード、ちょっと待って、いや違うよ、ちょっと違う、ちょっとノリがおかしい。こういうのはさ、終盤でさ、ただの業者の人たちだから。何カッコつけてんだ、妙な貫禄出して。清涼高校へはこちらからタクシーで行くの？おのおの方、よろしいですかな？今回の依頼はうちにとっても矢上氏にとっても今後大口案件になる可能性があります。絶対に成功させましょう。来る依頼に重いも軽いもねえ。どの打席でもフルスイングがうちのスタイル。海藤さんかっこいいこと言ってるよ。だね。じゃあ早速行ってみようか。業者4人でタクシー乗るのなんかおかしくない？まあいいや、とりあえず行こうか。これだね。地味に矢上さんがお金出してんだけど、経費で落とせます？空調のメンテナンスでしたよね。理事長から伺っています。ご案内は無用ということでしたけど。ええ、お気遣いなく。なんか金のある学校って感じだな。私立の進学校だからね。今は休み時間か。とりあえずは学生さんがいると動きづらいですね。校庭に出てみましょう。そこから全体を見渡せそうですぞ。学校の作り自体はさほど特殊ではありません。教室棟にあれが体育館ですな。用意してる小型カメラはいくつあるんだ？20台です。その映像は全て僕の PC 上で確認することができます。4人で手分けして仕掛けるか。バラバラで動いてあまり目立ちたくないな。部外者が1人でいると何してんだって注目されやすいじゃん。でも2人組ならそうでもなくなる。さすが矢上氏。こんな話を聞いたことがありますよ。詐欺師が偽警官なんかを装うときは大抵2人組で現れるそうです。すると相手がよほど用心深くない限りまず疑われないようで。つまり僕も矢上氏の案に賛成です。よかったな、タボ。詐欺師の才能があるってよ。じゃあ俺と海藤さん、つくもと杉浦で10台ずつ手分けだな。カメラってのはこちらです。
150度の広角レンズで浅く広く監視ができます。これをいじめが起きそうな場所に仕掛けていってください。先行の死角になるようなところってことだよな。任せとけ。俺はその辺鼻が利くぜ。そこを威張って言えちゃうのが海藤さんだよね。そんなに褒めるな。よし、ほんじゃまあ、いろいろ見て回ろうか。そうだな。俺らはこっち、スクモたちは逆から行けや。了解。よう、俺らが取り付けるカメラは10台しかねえ。仕掛ける場所は慎重にな。さて、ではね、カメラ設置場所を探していきますか。生徒さんいっぱいいるなあ。さすがに走り回れないのか。玄関。おっと待て待て、ここはいいぜ。下駄箱だ。青春のドラマが起きる舞台じゃねえか。ドラマって？あるものはラブレター、またあるものは決闘の果たし状を相手の下駄箱に忍ばせる。それはなんか時代だね。いいから、まずはここだ。なるべく死角がないように3台仕掛ける。ここでいきなり3台。学校で死角になるような場所なんてそんなに多かねえ。だがここの下駄箱は俺のアンテナにビンビン引っかかる。そっか、まあ分かったよ。海藤さんがビンビンとか言うとちょっと怪しいんだよ。結構分かりやすくない？大丈夫？その真ん中のやつすごい分かりやすくない？やがみし、早速カメラを仕掛けましたな。こちらでしっかりモニターできています。その調子でお願いします。分かった、そっちもよろしくな。ええ、こちらはまず体育館裏に仕掛けました。続いて教室棟へ向かいます。了解。よし、先行くぞ、ターボ。今度はこっち？基本的にこのシークエンスは、もうなんていうか、海藤さん、もうちょっと生徒さんたちに配慮して移動してくださいね。これはあくまでこう、校内の構造を理解させるための流れってことかな？アイテムがあるじゃない。アイテムある。ああ、もうダメか。アイテム回収できないじゃん。また今度のお楽しみってことね。いきなり鉢合ってんだが。めちゃくちゃ怪しいんだけど、この回はあいつらに任せるか。タボ、俺らは上だ。あいよ。あいよ。おお、階段だ。ここも学校の死角だぜ。よくいじめられっ子が突き飛ばされたりするわな。そんなしょっちゅうあることじゃないでしょう。まあでも確かに死角にはなってるか。だろ、見通しが悪く教師の目に留まりにくい。いかにもいじめの現場になりそうだぜ。なるほど。よし、早速1台仕掛けるぞ。確かに階段はちょっと怪しいな。なんか目立つとこつけてる気がしてしょうがないんだが、大丈夫なのか。不安になる。八神氏、今2階ですかな。うん、これからカメラを仕掛けるところだ。我々はもうすぐ1階に仕掛け終わるところです。その後は東棟に向かいます。東棟の方は我々に任せて、八神氏たちは2階と3階を中心に仕掛けていただけますか。もう分かった。ダボ、手分けしようぜ。俺は2階をやるから、お前はここより上を頼む。了解。さっきから後ろに不審な生徒がいるんだが、探すのは目に入りにくい見通しの悪い場所。仕掛けるカメラは3台か。とりあえず死角を探してみよう。
3回。やっぱりダッシュはできない。あ、ここも死角ではあるね。念のためこの階の踊り場にも仕掛けておこう。さて、他に仕掛けられそうな場所を探すか。これ3階より上があるみたいだけど、これなんだ？これ屋上？お、用務員か？お、なんだ兄ちゃん。今取り込み中なんだ。後にしてくれるか。っていうか、めちゃくちゃこんなとこでタバコ吸ってんの。ここも校舎内の死角って感じの場所なんだよね。カメラを仕掛ける間を引き取り願いたいな。観察モードについて、L3を押すことによって観察モードとなります。何かを探さなくてはならない状態の時、観察モードで周囲をよく見て怪しい場所を確認します。怪しい場所を見つけたら R2 を押すことで対象に注目できます。なんかこの説明どっかで見たな。観察モード。観察モードに切り替えて、中止。このペットボトル、ラベルが剥がされてるみたいだな。どうでもよくない？花のペットボトルに水道水を入れて飲んでるのか、節約のためかな。金に困ってるなら安く買収できるかもしれない。え？そういう問題？え、それで終わり？戻ってみるか。話してみよう。よし、そろそろこの場を引き取り願うか。交渉開始だ。1000円やるからどいてくれ。これ1000円。タバコ代の足しにでもしてください。え、くれんの？ええ、くつろいでるところをどいてくれって頼むのも悪いんで。へへへ、兄ちゃん話がわかるじゃねえか。今月金月で困ってたんだよ。ペットボトルに水を入れて飲んでいたくらいだ。やはり金には困っていたようだな。今でもラベルレスの飲み物結構ネットとかで売ってるからね。一概にそうとも言えないんだけど。これでよしと。さて、他に仕掛けられそうな場所を探すか。これ以上上は多分行けないから、次はどこだ。うん、教室。何これ。あ、お手洗い。男子トイレか。ここも教師の目に入りにくそうな場所だが、思春期真っ盛りの男子、高校生男子が用を足しているところを盗撮していいもんか。一応小便器の方は映らないように仕掛けておくか。変態趣味になっちゃうからね。これでもう全部終わり？ひとまずカメラは仕掛け終わったな。海藤さんと合流しよう。はい。海藤さんと合流しように無理やりなるな。じゃあ下がるか、おとなしく。海藤さんはちゃんとお仕事してますか？どこですか、海藤さん。あ、いた。海藤さん、3階は仕掛け終わったよ。おお、こっちも死角になりそうな場所は一通り仕掛け終わったぜ。だが2台余っちまってよ。この廊下にも1台行っとくか。意外とここも教師の死角になりそうだぜ。なあ海藤さん、教室の中は仕掛けなくていいのかな。いじめってやっぱほとんど教室の中で起きるんじゃね。そうだろうな。だがよ、カメラの台数より教室の方が多いんだからしょうがねえ。できる範囲でベスト尽くすのがプロってもんだ。そりゃそうか。思ったより考えてんだね。廊下をざっと見渡せるようにカメラを仕込むんだ。真ん中あたりの天井がいい。教室の出入りが一目でわかる。よし、タボ、天井に仕掛けるぞ。お前が上だ。はいはい。もう怪しすぎんだよな。あのさ、これ別に今やらなくてもよかったな。めっちゃ見られてんだけど。授業中にやるとか、みんなこっち見てるよ。今更遅え。
いいから堂々としてろ。ん？あ、この前のやつらじゃない、あれ。よう、今のやつら見たか。昨日スマホで洋食屋を煽ってた連中だ。カイトさんも気づいた。2年2組か。いじめを探すなら有望なクラスかもな。よし、あの教室に最後の1台仕掛けようか。ああ、ただなるべく連中に顔を見られねえようにな。これはすごいスニーキングで行く感じ？スニーキングで行く感じ？いける？注視、こいつら。いや、どう仕掛けるこれ。顔見られないように。どう行く？難しくない？あれ？反対側になった。あの、ご苦労様です。今日は空調の点検か何かですか？え、あ、あら、お、おー、すいません、すぐに終わりますから。そうですか。いえ、何も事前に聞かされてなかったものですから。それは俺らもです。こんなお綺麗な先生がいるなんて。海藤さんもいつもの方と違うんですね。それに空調の点検なら先月やったばかりだと思うんですけど。そう言われてもうちは呼ばれてきただけですから。職員の沢と申します。ここは私の担任するクラスです。失礼ですが、誰があなた方を呼んだんです？なんか疑り深い先生だな。ここはなんて答えればいいんだ。いや、理事長だろ。こちらの理事長から頼まれたんです。てっきり先生方にも伝わってるかと思ってました。理事長からですか。それじゃあもう私はとやかく言えないですね。いや、そんな。あなた方が直接依頼を受けたんですか？ええ、そうなんですよ。いつも我が社がお世話になってます。なるほど。じゃあちなみにうちの理事長の名前は何だったかしら？理事長のお名前？あ、それなら確か奥田さんだったよね。大丈夫だよね。なんかもっと引っ掛けっていうか、もっと分かりやすいのがあるかと思ったけど、多分ね、あの悪党声だけど割とまともそうだったのは奥田さんだったよね。奥田さんでしたよね、確か。ええ、そうですね、合っています。すみません、失礼しました。いや、何いいってことですよ、先生。海藤さん、しかしお美しいですな。私のタイプと言いますか。海藤さん違うんだよ。あの、作業はすぐ済ませますから。すいません、どうも。だから脚立がないのがおかしいんだよ。いや、どうもお邪魔しました。失礼します。めっちゃ怪しがられてない？あんた何やってんだよ、海藤さん。仕事で来てんだからさ。今の彼女、昔憧れてた先生に似ててよ。俺には数少ねえガキン頃のいい思い出なんだ。なんだよ急に。俺が悪もん？分かってるって。ちゃんと仕事に集中する。こちらつくもです。矢上氏どうぞ。ああ、こっちは全部仕掛け終わったよ。我々の方も仕掛け終わりました。海藤さんと体育館へお越しいただけますかな。今ちょうど誰もいません。そこで仕掛けたカメラを見ながら今後の調査方針を検討しましょう。分かった、体育館だな。